こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。9月、宮崎県で女子野球ワールドカップが行われ、アメリカやカナダ、日本など8カ国が出場し熱戦を繰り広げました。その出場チームの一つ、オランダ代表チームが嬉野でキャンプを行いました。その模様からご覧ください。どうぞ。9月1日から7日まで開催された第6回 IBAF 女子野球ワールドカップ2014に先立ち、8月25日から30日までオランダ代表チームの事前キャンプが嬉野市で行われました。8月25日月曜日、ハミルトン嬉野で代表チームの歓迎レセプションが行われ、市長をはじめ関係者約50名が出席しました。嬉野社につきましては、日本国内でも美味しいお茶として最高の評価をいただいております。オランダ代表チームの健闘を記念して、地元女子野球チームに所属する小中学生が記念品を贈呈しました。その後、代表メンバーと小中学生との交流会が行われ、世界トップ選手との交流を楽しみました。年齢の話をしました。決勝トーナメントに行かないと日本と当たらないけど、決勝トーナメントで日本とオランダの試合が見たいです。頑張ってください。また白縫太鼓によるステージアトラクションや太鼓演奏体験が行われ、選手たちは初めて見る和太鼓を楽しんでいました。8月27日、入気球技場でのトレーニングの様子です。当日は蒸し暑い天候の中、移動の疲れも見せずトレーニングに汗を流していました。チーム代表のイベッタさんからチーム状況や意気込みを伺いました。 It's a very nice climate. It's just that we're not used to these weather conditions, so it's a bit hot, but it's beautiful weather, so it's just always beautiful. Everything's beautiful here. 午後は高校生との練習試合が行われ、大会を数日後に控えた選手たちは野手の連携確認など本番を意識した練習が行われました。
キャンプ期間中は交流バーベキューなど様々なおもてなしのイベントが行われたそうです。チームは8月30日に宮崎へ出発し、大会では惜しくも1次リーグ突破とはなりませんでしたが、嬉野市でのキャンプはとても良い思い出になったとのことでした。代表チームの今後の活躍に期待します。健康づくり課より肝炎ウイルス検診についてお知らせします。皆さんご存知のように、佐賀県では肝がん死亡率が平成11年以降全国ワースト1位という残念な状態が続いています。肝がんの多くは B 型肝炎ウイルスや C 型肝炎ウイルスによる慢性肝炎が原因であることが分かっており、また肝炎ウイルスに対する適切な治療を行うことによって肝がんが予防できることも分かっています。そこで嬉野市においても毎年肝がん予防のために肝炎ウイルス検診を行っています。対象は過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない40歳以上の嬉野市民の方です。この肝炎ウイルス検査は基本的に一生に一度検査を受けておけばよいとされています。今年度は嬉野市公会堂と塩田保健センターにおいてご覧の日程で行います。またこの日程で受診できない場合は、直接指定の医療機関でも無料で検診を受けることができますので、ぜひご利用ください。検査内容は問診と血液検査で、費用は無料となっています。受診をご希望される方は事前に予約が必要です。また過去に検査を受けたかどうかわからない場合も、こちらまでお気軽にお問い合わせください。以上、健康づくり課よりお知らせしました。